はい、メイ君です。今日もアセットコルサーのチャンピオンシップ行きたいと思います。第4戦になるのかな。場所はドニントンパークですね。ドニントンパークも初見のコースですね。で、初見なのにもかかわらず雨降ってますね。まあ小雨なんで、まあ、なんとか行けるでしょう。はい、それじゃあ行ってきます。あれ、タイヤって何したっけ。トラクションコントロールが入りまくるな。このコース、大きく曲がり込むコーナー、ここも多いですよね。非常に苦手な。はい、スタートです。慎重に行きましょうね。前がいる間は初見のコースでもブレーキングポイントとラインが分かるので、なんとか追いつかれないように頑張りたいですね。危ないな、登って右とかどこから踏んでいいのかが分からない。そしてこのマクラーレンのテールランプ、ブレーキランプが全然分かんないですね。いつついてんだこれ。ランボルギーニの方がテールは分かりやすそうですね。720S 全然分かんないですね。結構早めの減速がいりますね。よし、なんとか一周回ってきました。ゲームで使ったことないですね。国内の GT3 ではね、2台ぐらいいますかね、今ね。いい車なんですけどね、実車ね、ちょっとやっぱり NA、5リッター NA ってもうちょっと今時じゃないですよね。今廃屋がね、200円に迫ろうかという勢いの時に5リッター NA なんて、そんな大虫ぐらいな車、なかなか買いたいですって言えないですよね。3号とかだったらね、3.8 リッターでいいんで。あ、見つかる。あ、やばい。5リッターじゃね、税金全然違いますからね。まあ、3.8 リッターも税金結構高いですけどね。でもあの性能調査みたいにターボがついてたら、かける何倍とかっていう重量税だったらやばいですよね。そしたら 3.8 リッターツインターボなんておいくら万円になるのか。あ、危ない危ない。もう誰かピットに入ったのかな。いつの間にかに6番手になってますね。なんとかコース上にとどまれるように頑張りましょう。
か。登ったらすぐブレーキですね。もうここね、登り切っちゃったらもう間に合わない感じですね。ここもどこまで突っ込んでいいやら。今パイロンが折れて怒ってましたね。ここも難しいですよね。296ですね、同じラスです、うん、ダメだ、危ない危ない。押し目に見とれてたらブレーキ遅れた。よし、でもファスティストラン棚からボタン落ちってますですね。よし、前は GTR。出てるし、この先のこのコーナーがね難しいですよね。上がりきる前にはもうブレーキ踏んでないと外行っちゃいますね。まだパイロン起こってる。よし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 、最終でピンに飛び込めそうにはないですね。そろそろピットにも入らないと。次の周にピット入るか。縁石の上がなんかぬるぬるいって怖い。よし、またあそこか。登る前にブレーキ、あーやりすぎ、やばいやばい、出して出して出して、あ、296に行かれてしまった。あんなところで入っちゃいけないんだな。お、かわせる？かわせないね。同じ車だから。よし、これでピットに入りましょう。6番手でピットに入りましたね。よし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 、ポチッとな。どんどん来ますね。これはイグニッションを落としてもワイパーとか落ちないですね。メインの電源を落とさないと切れないですかね。いや、どんどん行かれちゃいますね。
と10秒スタート。12番手で復帰ですね。前にブレーキ。あ、なんか怒ってる。試験にまだ怒ってる。試験に入れなかった。わずかな差が命取り、あ、命取り、あ、やばいやばい、遅かった。いや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 、出たての車をかわしたい。よしよし、かわした。とりあえず前のベントで、登り切る前にブレーキ。危ない、忘れるところだった。ベントレーとアストンマーティンがやり合ってる間に追いつきましょう。この鬱陶しいところに怒ってんな、アイロンが。今ぐらいでいいかな、ちょっと早いかなと思うぐらいで。雨の量が増えてきましたね。目に入るな。よし、ここ行けるんじゃね。運を死守。
しよ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 し、すごいギリギリ。ああ遅かった。ああせっかく抜いたのに。やばいやばい、アストンマーティンにも行かれる。いや最終もブレーキ難しいな。どこで踏んだらいいの。寄ってくるなバカ野郎。よしよし、いや今度は最終ミスらないように RCF にくっついていく。ちょっとまだ遅いなブレーキ。右のピレリーの看板見てからじゃ遅いな。遅くなった。余計なこと考えてた。そろそろおしまいですね。こいつ抜きたい。その真似しよう。これね、単独走行でもできるようにならないといけないんですけど、くっつきすぎるとブレーキングポイントが見えないですよね。じゃないのか。いやあ、危ない危ない。やっぱりここか。ちゃんと入っちゃえば大丈夫でしょう。よしよしよし。なんとか元の順位は取り返したかな。あとは GTR にどれだけ迫れるか。そろそろ終わりですかね。
シュシュクベリよりちょい手前ぐらいでブレーキするとちょっと早い気もするけど、まあまあ感じですね。雨だからこんなもんでしょう。ラップじゃないのかな。あれ同じでやる。あーやばい、これはやばい。あーやっちゃった。やばいやばいやばい。せっかく前に行ったのに欲張った。あーまた出ちゃう、うん、だが集中力が、あ、まただ、やばいやばい。余計なところが、あーもう3台に行かれてしまった。しかもファイナルが、よしよし、切り直しだ。もうこれでゴールか。ダメだ、抜けないこいつら。失敗したな。予想にするもんじゃないですね。はい、ゴールでーす。いやあれ、今回はクーリングラップなしで終わっちゃいましたね。結局何位だ。10位ですかね。何位だったんだろう。お、ロッシ君がパステスト出したんですかね。みんながゴールするまで待ちたいと思います。なんでこうなっちゃったんですかね。いつもだったらピットまで戻れるんですけどね、もうピットまで戻れないみたいなんで、第4戦はじゃあこれで終了したいと思います。あ、終わりましたね。結局何位でしたか。これ結構した。あ、あ失格ですねこれね。なんかやらかしたんですね。したんでしょうか。まあよくわかりませんが、今回はリタイアということになりました。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。